どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、連日熊本グルメ紹介してまして、熊本来て今日で3日目でございます。今ねちょっととある公園でねベンチで休憩してまして、ホテルからね南熊本駅の方まで歩いてきたんですけど、だいたい30分ぐらいかな歩いて、今ちょっとね休憩中でございます。で今日紹介するお店なんですが、このチャンネルの、T シャツ、まあ、いつも僕着てるんですけど、ご飯マークのロゴあるじゃないですか。これとほぼ同じのねロゴのお店に今から行きます。まあ、定食屋なんですけども、まあ、近年とじないカツ丼っていうのがね、まあ、東京で結構今人気で、でこのチャンネルでもね何軒かとじないカツ丼を紹介してるんですが、このね南熊本駅近くのお店にもとじないカツ丼出してるお店があって、他にもチキン南蛮定食、エビカツ丼定食、鶏唐揚げ定食、豚ハラミ鉄板焼き定食、あとカレーもあるし、韓国風スンドゥブ定食、まあ、腹ペコ男子が好むようなメニュー勢ぞろいなんですけど、オープン日がネットに書いてなくて、まあ、おそらくオープンして1、2年ぐらいのお店かなと思うんですけど、お店がご飯屋高森亭さん、夜はやってなくてねランチのみのお店で、それではねちょっと休憩もだいぶできたんでお店に向かいたいと思います。もうすぐそこなんだよな。ちなみにねちょっと余談なんですけど、一軒ね今回行きたかったお店があったんですが、ちょっとね距離が遠くてね断念しちゃったんですけど、赤牛専門店のね山安というお店、阿蘇の方にあって、車でね片道1時間半ぐらいかかるんですよね。もう山の中だったかな。結構な有名店なんですけど、今回は断念しております。熊本に住んでる方、見てる方リクエストあるかもしれないんでね、一応あの言っときます。でお店到着しまして、こちらでございます、ご飯屋高森亭さん。もうまさにこれワッキー TV のロゴにめっちゃ似てるというか、まんまに近いぐらい。こんなことあります？これまあ自分の T シャツ、今日はご飯が黒いんだけど、まさかね熊本で出会うとはと。でさっき言ったとじないカツ丼がこちら、現代カツ丼、肉厚具合がこんな感じなんですけど、これねハッシュタグだらけで面白いな。とろ玉肉厚秘伝のタレ熊本グルメ高森亭原担ぎ丼、現代カツ丼数量限定。これどんだけハッシュタグを押してるんだろうこれ。他にもこういったラインナップで、あの写真がずらっとありまして、まあ、さっきちょっと軽くね言った内容のメニューですかね。で店内入ってきたんですけど、あとね11時オープンでね、オープンと同時に来まして、店内こんな感じです。カウンター席とテーブル席ね、お水はセルフサービスで、ということで店内入ってきまして、撮影の許可 OK いただきまして、ちょうどね今後ろがこのロゴがあるんですよ。デスポジじゃんこれお部屋いただきます。水がめっちゃうまい。あー生き返った。でメニューなんですけど、現代カツ丼定食、ただの豚肉じゃなくて熊本県産の、ブランドポークを使っている、この現代カツ丼定食が、こういった価格になっています。で数量限定で、まあ、日によってはなくなるみたいですね。であと唐揚げ定食、チキン南蛮、エビカツ丼、豚ハラミ鉄板焼き定食で、これもね1人前から2人前まで選べて、カツカレーもできるし唐揚げカレーもできる。で韓国風スンドゥブ定食、これすごいですよ、高森亭のワクワク定食、これ980円なのにこんだけ盛られてるんですよ。4点盛り、自家製のメンチカツにエビフライ、鶏の唐揚げ目玉焼き、5食限定でこの価格で、あとランチ営業のみなんですけど、まあ、一応アルコールも飲むことができます。でテイクアウトもありますね、お弁当が。あこれはなんだ、唐揚げ、あ個数で売ってるんだ。であとね新メニューがありまして、塩ホルモン鉄板定食980円。すいません、ちょっとあの聞いてもいいですか。はい、このワクワク定食は結構人気ですか。はい、これすごいですね。あワクワク定食人気ですよ。これササミとあのメンチカツが違う。あこれ内容が違うんですか。はい、あすいません、裏があったんだこっちは自家製メンチカツで、はい、こっちがササミのオーバーチーズフライ、はい、でどっちも980円。はい、これ税込みですか。あ税込み、あ税込み、はい、でご飯大盛りはプラス100円ですね。はい、一応ネットで事前に見たんですけど、はい、やっぱこの現代カツ丼が結構人気って出てたんですけど、はい、今ちょっとこっちかこっちで悩んでるんですよねどうしようかなこれ。熊本のグルメ、あ熊本のグルメ YouTuber さんいるんですか。はい、あ
そうなんですね。熊本だけの。うわ、なんかお会いしてみたかったな。でその方々はこの現代活動です、ね。現代食べられて。うわ、そうなんだ。かぶるとあれだしな。うわ、迷うな。しかもこれブランドっぽくですもんね。ワクワク定食の自家製メンチカツ、メンチカツの方が人気なんですよね。じゃあメンチカツの方で、はい、こご飯はあれですか、普通でもどれくらいの量なんですか。あ、大盛りにしちゃうと結構、はい、結構お店のロゴと僕のロゴと同じで、ご飯大盛りお願いします。ちょっとここでね、あの料理が来るまで時間がありますんで、コメント紹介をね、ちょっと最近ねプチ高齢化してきてますけどね、このご飯ロゴとともにね。ちょっと時間差あると思うんですけど、昨日の夜宮崎県の自然さんっていうねオーガニックレストランのランチビュッフェの動画紹介したんですけど、コメントねバーっと今見てるんですけど、大絶賛のコメントの嵐でございまして、まあ嵐って言ってもそんな200、300通とか来てるわけじゃないんだけど、この方面白いね。うわー、生きてー、北海道だよ俺、どうしてくれるの。北海道から宮崎に飛んでください。で、あとは生産者さんを大切にする姿勢が素晴らしい。生産者さん、飲食店さん、お客さんのウィンウィンウィンなお店を紹介してくれて感謝ですとかね。ビュッフェで一品一品ね、生産者さんの名前がね書かれてたっていうのもすごかったんですけどね。で、あとはこの品数で2000円でオーガニック料理食べ放題は良すぎです。オーガニック料理の店って金額高めのところが多いので、この価格設定はすごい。しかも時間無制限ですからね。まあこんな感じで、あとはね長文でコメントをねいつも書いてくれてる方もいますし、まあ昨日も言ったんだけど、やっぱね遠征してるとね、知り合いがやっぱ誰もいないから、皆さんからのねこういったねコメントがいつも以上にね励みになるわけですよ。まあ引き続きこの高森亭さんのね動画のコメントも書いていただけると嬉しいです。うわ、ちょっとすごいですねご飯。うわー、これ980円ですか。はい、でご飯大盛りプラス100円だから、はい、1080円ですか、はい、安くないですか。これまさにこれですね。食べきれるかな。ということで高森亭さんの、ワクワク定食自家製メンチカツの方ね、これ分かりますかね大きさ。やっぱ映像だとね伝わりにくいところがあるんですけど、めっちゃでかいですよこのメンチカツ。で唐揚げが2個ついてて、エビフライが2尾で、タルタルが見るからに卵感が伝わってくるね。で目玉焼きちょっと胡椒振られてる、キャベツでサラダもついてます。で付け合わせのたくあんにお味噌汁で、こっちにも小鉢が2つあって、こんにゃくの煮付けみたいなのと、これはなんかナムル的な、ナムルじゃないな、まあご飯が進むことでしょう。大盛りにしたんですけども、絵に描いたようなご飯ですよね。でもプラス100円でこれはめっちゃ、これもお得だけどね、すごいな重量が。それではいただきます。ちょっとねポジショニングをね変えます。ポジショニング大事だからね、見えやすいこんな感じで。お味噌汁から、結構これ具だくさんだよ、3種類ぐらい具が入ってるな。あ、えのきも入ってるから4種類だな。うん、優しい出汁で、うん、すごいなこれ。あー、ご飯ね固めに炊かれてて、これ俺好みですね。で自家製メンチカツなんですけど、断面がこんな感じです。角切りのこれ人参、あとキャベツとか玉ねぎ、野菜が見えるね。でこれね箸で持つの、うわこれ結構重たいな、半分でも言うと指が痛くなっちゃう。これ半分ですよこれ、すごいな。おお、危ない危ない危ない、これ今日俺の朝飯ですよ。こんな感じなんですよこれ、これ分かる大きさ、すごいなこれ。おお、ご飯ご飯、うん、ツーブロックマストだなこれ。うんうん、これはメンチカツがまずめちゃくちゃジューシーで、やっぱりこの角切りになってる野菜たちが歯ごたえが生きてんだよね。で食感も楽しめて、家の感じもありつつ、なんか洋食屋さんで出てきそうな味わいも楽しめる。あとこのソース美味しいね、結構甘みが強いソースだけど、フルーティーさもあって、ワインとかも入ってるのかな。うん、うわすげえ美味しい。ちょっとこのメンチカツやばいな。うん、ちょっ
っと食べたところすいませんね。結構野菜がねゴロ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 入ってて、衣もねそんなに厚くないのよ、薄いでしょ。中年男性にもいいですよね。うわすごい、こんだけ野菜ゴロゴロ入ってんのに、なんかそんな崩れないですよねこれ。今のところ肉汁が結構すごい入ってたな。ご飯減ってんのかなこれ。唐揚げなんだけど1個の大きさはこれぐらい、これも結構でかいなさっきちょっと映像では、まあ、普通ぐらいのサイズに見えたんだけど、でかいですこれ。高森亭さんの唐揚げもね個数売りしてるんでね、これ絶対自信あると思う。うまっ、衣カリッカリ、あと下味が醤油ベースの下味がすげえ染みてて、うまっ、唐揚げもうまいな。うん、これは今日も太るね帰りも歩いて帰ります。で唐揚げもねちょっと食べたことすいません。結構ジューシーですごい柔らかい、タレが肉に染みてて、これもねサックサクで、唐揚げもめっちゃうまいな。これ途中で挟むのたくわん、うん、あいい箸休めだこれ。でまた自家製特大メンチカツに戻る。なるほどで次はねこのエビフライいっちゃおうかな。俺このタルタルの色合い好きだな。エビフライのエビはまあ普通ぐらいの大きさですかね。あこのタルタルの感じいい、もうほんと見た目通りで卵感満載。先週宮崎グルメでチキン南蛮いろいろ食べてきたから、お店ごとのねあの味の違うタルタルを食べてきたんだけど、高森亭さんのこのタルタルはまさにこれも自家製感満載なんだけど、家で作ったって感じの温かいタルタルソースどういうレバーなんだこれ。パンに挟んで卵サンドとして食べたい、そういった類のタルタルです。あのさっきね一応食べログも見たんですよ、お店の点数がね 3.0 なんとかだったんだけど、まあ、まだオープンして浅いっていうのもあるんだけど、改めて食べログの点数はあんま当てにならないなっていう、まあ指標にはなりますけどね、なんだけど、まあ、実際食べてみないとちょっと分かんないかなっていう。メンチカツの半分の量が他のお店の1個の量でもちょっと多いぐらいですよ。このタルタルソースをこの唐揚げでこれで食べてみようかな。これに関してはねタルタルつけない方がいいかな唐揚げの味が主張が強すぎてタルタル感が全部消えてるわ。この付け合わせもね美味しそうだなこれ。あ、こんにゃくも美味しいね。これも味付けがご飯に合う。うん、うまい。このプライスでやってるっていうこのなんだろうな、お店の努力、そういうところにね自分が入ってって、まあ自分は魅力ですけどね、なんかねやっぱこう応援したいですよね。もやしナムルっぽい感じだね。あ、なんかちくわみたいなのもあんの。これも絶対ご飯でしょ。あ、うん、もう全部ご飯に合うようにしてるわ。で残りの自家製メンチカツ、いやーすごいわ、これボリューミーだわ。すごいな。この南熊本駅の周りは学校とかあるんですかね。これ学生はもうたまらないんじゃないですか。どうなんだろう、ちょっとこの辺の、あの地理が分かんないんだけど、部活帰りのね腹ペコ男子なんてもうこんなのもう最高でしょう。もうたまんないよ。でここでね目玉焼きあるんで乗せまして、目玉焼きからの TKG いいよね。これなんかちょっと家っぽいよね。目玉焼き久々に食べるな。うん、唐揚げの2個目もこんなでかい。Yeah.
疲れ様でした。はい、ということで高森亭さんで食べてきましたが、腹パンです。いや、よく食ったなこれ。昨日のね、どんじゅうさんと同じぐらいの量を食べたかな。やっぱこれ食べきれたのはね、美味しいからですよ。美味しくなかったらね、あの量いけないもん。で、最後ね、お会計終わった後にお店の方がサイン書いてくださいみたいなこと言われたんで、お店のね、壁のところにサイン書いといたんですけど、もしね、この動画見て高森亭さん食べに行ける視聴者さんいたら、僕のサイン探してみてください。場所がね、南熊本駅から多分すぐ近いところにあって、まあ、ググればね、お店出てきますんで、あとインスタグラムお店結構力入れてるみたいなんで、興味がある方、食べに行ってみたい方はチェックしてみてください。それではまたね。